パリルーブル美術館 G106 タイ人の居手を描いたアンフォラ・エウフロニオスは古代ギリシアの投稿検閲消しで紀元前6世紀末から紀元前5世紀初めのアテ内で活動したエウフロニウスとも開拓者たちまたは先駆者たちと呼ばれるグループの一人で赤絵式陶器の最も重要な作家の一人とされているその作品はアーカイック気候器から 古典期前期の過渡期にあるとされている。彫刻家などの他の古代ギリシアの芸術家に比べると、古代ギリシアの文献には、陶器の絵付け師についての言及が非常に少ない。芸術についての文献は、古くから豊富にあるが、陶芸にはほとんど言及していない。したがって、エウフロニオスの生涯やその芸術的発展は、他の絵付け師と同様。 その作品群だけから推定するしかない。古代ギリシアの陶器についての科学的研究は18世紀末頃から始まった。当初は図像学的関心が中心だった。1838年、エウフロニオスの署名が発見され、個々の陶器についてエツケ氏を特定できることが明らかとなった。そこでエツケ氏の署名についての研究が盛んとなり、 19世紀末には、それぞれの作風を要約できるまでになった。考古学者、ジョン・ビーズリーは、その要約を、自身の研究の出発点とした。彼は数千のアッティカの黒絵式陶器及び、赤絵式陶器や破片について、美術史家、ジョバンニ・モレッリの絵画研究手法を応用して、体系化し分類した。 アッティカの絵付け師についての三巻の著作で、ビーズリンは今日までほぼそのまま通用する分類を達成している。彼は基地の絵付け師を名前の不明なものも含めてすべての列挙した。現在も名前が不明の絵付け師は多い。エウフロニオスが生まれたとされる、紀元前535年頃、アテナイでは、選手、ペーシストラトスの知性化で芸術と文化が、 花開いていた。当時アッティカの陶器の多くは黒絵式だった。また当時アッティカで生産された陶器の大部分はエトルリアに輸出されていた。現存するアッティカ製陶器の多くはエトルリアの墳墓に副葬品としてあったものである。当時、陶器の絵付けはニコステネスやアンドキデスといった陶工が新風を吹き込んでいた。アンドキデスの工房では 紀元前530年頃から赤絵式陶器の生産を開始した。そして徐々に赤絵式が古い黒絵式にとって変わるようになった。エウフロニオスはアテナイでの初期の赤絵式を代表する人物となった。他の若い絵付け師と共に後世の研究者から赤絵式の開拓者たちまたは先駆者たちと呼ばれている。エウフロニオスは 紀元前520年頃からプシアクスの指導の下で、陶器の絵付けを始めたと見られている。後に、エウフロニオスは、自らの師匠も含め、年上の絵付け師たちにも影響を与えるまでに、成長する。その後、陶工カクリリアンの工房で働くようになり、絵付け師ヨルトスの指導を受けるようになった。エウフロニオスの作品には、当初からその芸術的特徴が現れている。 神話の場面を描くのが得意で、堂々とした構図を好むが、日常生活の場面も得意とし、筋肉や動きの忠実な再現を特徴とする。後者の特徴は同様の傾向があるプシアクスの影響が見て取れるこの時代の作品としては破片を除けば、大英博物館の所蔵するワンと、劇美術館の所蔵する作品がある。しかし、 この時期の最も重要な作品は、サルペードーニョを描いた署名入りの作品である。この時代のエウフロニオスの作品は、オルトスのものとされていたことがあり、この作品は初めて国際的にエウフロニオスの初期の作品と認められた。後の時代には傑作に署名することが一般化するが、黒絵式の時代や赤絵式の初期には絵付け師が署名するのは珍しかった。 パリルーブル美術館 G34-1- を追いかけるサチュロス・エウフロニオスのキッチの初期作品にも赤絵式の絵付けに必要な技能が現れている。同様に赤絵式の標準となった技法の多くが彼の作品で最初に採用されたと見られている。人間を解剖学的に柔軟かつ正確に描くため重要な輪郭線を厚塗りして盛り上げる技法を採用し、 スリップを使用した。スリップはその使い方によって明るい黄色から濃い茶色まで様々に発色し芸術的表現の可能性を大きく広げた。エウフロニオスの技術革新と芸術的革新は明らかにすぐさま広まった。カクリリアンの工房で働いていた他の絵付け師だけでなくかつての師匠であるプシアクスや オルトスまでがエウフロニオスの新技法や審様式を真似るようになっている。コカリアンの工房は飲料を入れる容器しか生産していなかったが、エウフロニオスはそこで働き続けた。しかし、単純な案だけでは彼の芸術的ひらめきを満足させられなくなっていった。彼は他の形状の陶器にも絵付けするようになり、おそらく他の陶工とも組むようになったと見られている。 ィラジュリア国立博物館は、エウフロニオスの手による二つの初期のペリケを所蔵している。このような中程度の大きさの陶器により、人物像を描けるスペースがさらに広がった。ボストン美術館が所蔵しているプシュクテールも、彼の初期の作品とされており、オルトスの作品とよく似ている。衣服のシワがしっかり描かれ、目はアーモンド型で、顎は小さく突き出ていて、 手足はうまく描き分けられていない。後に描かれた粗雑な作品という説もある。エウフロニオスのものとされる作品の制作年代については他にも異論のある作品がある。彼の作品の発展の時系列についてはよく知られているが、個々の作品を正確にどの時点に置くかは難しい問題である。例えば、 ベルリン古代美術館所像のパライストラで運動する男を描いた額型クラテールはその陶器の形状から後期の作品とされることが多い筋肉の注意深い描写やつ塗りの浮き彫り線の使用などいくつか進んだ技法が見られるが黒絵式の様式化された技法の影響が見られるという理由で初期の作品だとする説もあるそれは容器の口の周りのつた模様図像が かなり小さいこと、オルトスの作品との様式上の類似性などである。パリルーブル美術館、G33、エウフロニオスというテオズの共同作品とされる学型、クラテール紀元前510年頃新たな作品のための媒体を探していたエウフロニオスは、新たな形状や装飾をよく試していた、投稿ユーテオズの工房で働くようになった。この時期に、 エウフロニオスは投稿としても絵付け師としても大胆な実験を試みており作品の時系列順序はかなりの確実さで推定可能となっているこの時期の一部現存している学型クラテールはエウフロニオスが自身の芸術的革新の影響にある程度自覚的だったことを案に示しているその正面には自身が 紀元前520年の湾にも描いたことのある古典魔と場面、ヘイラクレースとネメアの死士の戦いが描かれている。しかし背面には二つの場面が大胆かつ革新的に描かれている。上部にはこの巣の光景が描かれており、その前の参加者は極端な姿勢で描かれている。下部には腕を後ろにもたれさせた人物の背後の像が描かれている。 この光景が印象的であるため、エウフロニオスがこの作品に署名したと見られている。その署名は独特で、ユーフォロネオズ・イーグラフスン・タですなわち、エウフロニオスがこれらを描いたとなっている。この作品は開拓者たちの代表例であり、一つの陶器が形式の発展にいかに寄与するかを示している。革新が進む過程で、工房間の競争が激化していった。 ミュンヘン古代美術博物館にはもう一人の開拓者たちであるエウテュミデスのアンホラがあり、エウフロニオスには決して描けない絵を描いたのだと記されている。これには、ライバルの技量を尊敬しつつ、それと競争しようとする姿勢が現れている。同様にエウフロニオスの弟子と見られている若干若い、エツケシスミクロスは、師匠の作品をそっくり真似た作品で成功した。 ゲティ美術館にあるスミクロスの署名入り、プッシュクテールには、エウフロニオスが、リグロズという名の青年に求愛する様が描かれている。リグロズの名は、エウフロニオスの、カロス名に頻繁に出てくる。パリルーブル美術館、G103、ヘラクレースとアンタイオスを描いた額型クラテールヘーラクレースとアンタイオスの戦いを描いた学型クラテールは、 エウフロニオスの傑作の一つとされている。野蛮なリビアの巨人アンタイオスと文明人であるギリシア人の英雄の対比はギリシア人の自己像を極端な形で反映させたもので苦闘する人物の筋肉を正確に描くことで作品に優美さと力強さを添えている。両端に描かれた女性の優美さが中央の二人の力強さを強調している。 この陶器の復元の際、下書きの線が見つかった。それによるとエウフロニオスは死にかけた巨人の広げた腕の描き方で迷っていたが、絵付けに際しては、その困難を克服している。サルペイドーンのクラテールの正面、サル、ペイドオンのクラテール、またはエウフロニオスのクラテールは、紀元前515年頃のもので、一般にエウフロニオスの最高傑作とされている。 初期の有名な作品と同様、エウフロニオスは構図の真ん中に猿、ペイドーンを配置した。ゼウスの命で、タナトスとヒュップのスが猿、ペイドーンの遺体を戦場から運び出す場面を描いている。中央の背後にヘルメースが描かれており、死での旅に同伴する役割を担っている。構図の両端にはまっすぐ前方を見つめるトロイ兵が、 描かれており目の前で行われていることに全く気づいていない様子である。各人物には名前だけでなく説明文が付与されている。エウフロニオスは意図的に薄いスリップを使い様々な色合いを出すことで場面に活気を与えている。しかしこのクラテールは絵画表現の頂点であるだけでなくエウフロニオスの芸術家としての頂点でもある。また、この陶器は 赤絵式の様式の発展においても新たな段階を表している。学型クラテールの形状は黒絵式時代の投稿で絵付け師のエクセキアスが考案したものだがエウフロニオスは赤絵式に適した新たな工夫を形状にも凝らしている。取って、脚部、胴体下部の丸い部分を黒く塗るため赤絵式の図像を描ける範囲は厳密に決まってしまう。 エウフロニオスは通常通り絵の周りに渦巻き模様の枠を描いている。絵そのものはエウフロニオスの典型的な描法であり、力強くダイナミックで緻密であり、解剖学的に正確でありながら愛観を漂わせている。投稿も絵付けしもこの作品の出来に満足したらしく、両方が署名している。このクラテールはエウフロニオスの作品としては、 唯一完全な形で現存している。ニューヨークのメトロポリタン美術館で1972年から展示している。正式には2006年2月に所有権がイタリアに戻されていたが、メトロポリタン美術館が2008年1月まで賃貸で展示し続けていた。現在はローマにある。サルペドオンの クラテールの背面は単純な武装する場面が描かれており、粘土が乾く前に急いで描かれたものである。明らかに同時代の場面であり、複数の若者が戦争のための装備を身につけている場面である。同時代の場面を描くこともエウフロニオスが赤い色にもたらした革新であり、新たな現実主義を象徴している。日常生活を描いた絵と神話を描いた絵を一つの 作品に同居させるという手法は、エウフロニオスや、その追随者たちの多くの作品の特徴となっている。ベルリン古代美術館、競技前の準備をする選手たち。紀元前510年から500年頃神話を主題と、する以外にも、エウフロニオスは、日常生活を描いた陶器を多数制作している。 ミュンヘン古代美術博物館にあるガ型タクラテールにはシンポシオンが描かれている。四人の男が長い巣に横たわってワインを飲んでいる。サイコという名が添えられたヘタイラが笛を吹いており、イカフェンタイズという名の主人がアポローンを称える歌を歌っている。その口から現代の漫画の吹き出し用に歌詞が書かれている。このような絵はかなりありふれたものである。 これはおそらく描かれているのと似たような状況で使われる陶器だったということが理由の一つだが、エウフロニオスのような絵付け師がこれに描かれたような会に参加していたか、参加したいと思っていたことを表していると見られている。サンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館には署名のあるプシュクテールがあり、これもよく知られている。4人のヘタイラがもてなしている様子を描いている。 そのうちの一人には、スマイクラと名が添えられており、若いエツケシスミクロスを冗談めかしてほのめかしたものではないかとされている。宴会の絵とは別に、パライストラを描いたものもあり、動きや筋肉を存分に描くことができた。例えばエウフロニオスの黒絵式の現存する唯一の作品があり、これはアテネのアクロポリスで見つかった。パンアテナや祭りのアンフォラだったと見られ、 アテナーの頭部が断片的に確認できる。背面と思われる側には、パンアテナイや祭りのアンフォラが商品として与えられた、パンアテナイや祭りの競技の場面が描かれている。エウフロニオスの後期の作品は貴族の特定が非常に難しい。これは、他の絵付け師がエウフロニオスの作品をそっくり真似たり、作風を真似ることが多くなったことが大きな要因である。 アレッゾ近郊で18世紀に見つかった、署名のない渦巻き型クラテールがよく知られている。胴部分の主要な絵は明らかにエウフロニオスのものと、わかる。中央にヘイラクレースとテラモーンがアマゾーンと戦っている場面が描かれている。テラモーンは、月台風の衣装をまとった、傷ついたアマゾーンに、致命的一撃を加えようとしている。ヘイラクレースは矢を向けている。 アマゾンテーン停止パイルと戦っている。この後期の作品は、エウフロニオスがさらに新たな表現形態を模索していたことを示す例である。印象的なダイナミックさを特徴とし、テラモーンの足は非常にねじれた位置に描かれている。首の周りにはコモスが帯状に描かれているが、 エウフロニオスの手によるものではないと見られ、おそらく弟子のスミクロスか誰かが描いたものではないかとされている。そのクラテールは他の多くの作品に影響を与えたと見られている。例えば、あるアンフォラはほとんど同じ場面を描いているが、その作風はエウフロニオスのものとは大きく異なる。このアンフォラに描かれたヘーラクレースには、彼は、 スミクロスに属するようだという意味の奇妙な文が添えられている。このため、この絵は二人の絵付け師の合作と見られている。別のアンフォラも同じ場面を描いているが、こちらではヘイラクレースが居手として描かれている。この作品は描かれている場面だけでなく、作風もエウフロニオスのものに近く、ビーズリーは躊躇しながら、これをエウフロニオスに帰属させた。問題は、 スミクロスの技量や作風が、師匠に極めて近くなったため、作品を区別することが困難になったことである。エウフロニオスの絵付け師としての作品群は、強い単純化が特徴である。構図は、初期のものより大雑把だが、これは、紀元前500年以降エウフロニオスが、投稿としての仕事に集中するようになったためでは、ないかとされている。 紀元前500年頃、エウフロニオスは、陶芸工房の経営を引き継いだとみられる。古代ギリシアの陶芸の歴史上、陶工としても絵付け師としても活動することは、珍しくない。同時代では、フィンティアスやエウテュミですが、やはり陶工としても活動している。エウフロニオスが特別なのは、最初は絵付け師としてのみ活動し、その後陶工としてのみ活動するようになった点である。 パリルーブル美術館 G105 エウフロニオスが投稿として署名しているワン。絵付けはおネしもス数年間、エウフロニオスの工房は主にワンを生産していた。工房を構えた投稿はいわば個人事業主であり、絵付け氏は従業員だった。したがって投稿の方が金が儲かるため、エウフロニオスもこのような転身をしたと見られている。他にも、エウフロニオスが 投稿という技能に見せられたためだという説もある。実際、投稿としての腕も良かった。彼が投稿として署名した作品は絵付け師として、署名した作品よりも多く現存している。また、視力が悪化したために転職したという説もある。この最後の説を補強する証拠として、アクロポリスに供物として捧げられた陶器がある。その破片には、 エウフロニオスの名とハイジアという文字が記されていた。しかし、この証拠は、目が悪いというようなことではなく、もっと一般的な健康を祈ったものだという説が有力である。彼が主にワンを生産したという点は興味深い。それまでワンは、他の形状の陶器より一段下に見られていて、一流でない絵付け師が絵を描いていた。それに対して彼は、 一流の絵付け師を雇って描かせていた。ありがとうございます。